ちゃ。こんにちは。豊さん。はい。不衛宣言していた DeNA の梶谷選手と井野選手、行き先が決まりました。そうだね。はい。まあ、2人とも巨人ということでね。はい、両目とも巨人ということで。まあ、おめでとうなのか、なんか OB としたら、あ、行っちゃうんだっていう気持ちもあるけども、はい、まあまあ、でも選手がね、はい、その移籍によって、まあ、大きく、さらに大きく羽ばたいていくっていうのは、うん、まあ、応援するしかないんだけども、はい、2人とも豊さんは一緒に、まあ、コーチの時にね、はい、一緒にやってるけども、まあ、梶谷の性格っていうのはまず、はい、まあ、人の言うことを本当に信頼しないと聞かないという、うん、まあ、結構頑固な男で、はい、まあ、そこら辺がうまくこうなんて言うんだろう、巨人の首脳陣と会ってくるといいなっていうふうに思うけど、はい、その元木というねヘッドコーチがなんかうまく取り入れていくのかなっていうふうな、うん、まあ、気がしてるから、まあ意外とそこら辺では安心してるかな、うん、まあ、それと梶谷というのはやっぱこう、まあ、今年は良かったけども、一昨年とさ、まあ、41試合ずつしか出てなくて、まあ、怪我に流されてるという、うん、でなぜ怪我をするかというと、まあ、生活の面も含めてちょっとやんちゃなところがあって、まあ、そういうことになってたんだけど、まあ、奥さんをもらってから、また子供ができてから、すごく彼が変わったというかね、野球に集中しだしたという、で彼が野球に集中しだすとすごい能力が発揮するし、だからそういう意味では環境が変わってもやるんじゃないかというふうには期待をしてます、はい、まあ、それとね、やっぱ特徴的なのは、はい、すごい勝負強いというところ、うん、ここ一番といったところは無類の集中力を発揮するというかさ、だからそのいい加減な、え、これ、まあ、本人は真面目にやってますって言うんだけど、え、これなんかいい加減な打席、1打席送ったなっていうような、まあ、時もあってね、見え方が。だけど彼の中ではまあそれなりに一生懸命やってると。ただ勝負どころでは本当に無類の力を発揮するというかね、まあそういう性格かな、うん、だからすごく環境にもあんまり左右されるような男じゃないし、まあ自分もしっかり持ってる男だけにね、本当に期待してますよ、うん、で、まあもう一人井野、はい、井野ファンの中で言われてるのが、え、本拠地東京ドームで大丈夫っていう。というのは、まあ、宇宙人と言われてるんだよね、はい、まあ、結構宇宙人っぽくて、はい、なんか宇宙との交信が屋根があるから途絶えるんじゃないかっていうまあこれは笑い話だけど、はい、ファンの中ではそういうことがささやかれてるけどね、はい、まあ、確かに宇宙人的なところがあって、はい、非常に感性、感覚っていうものも多少変わってるところがあってね、ただそれが感性が変わってるから悪いとかじゃなくて、自分を持ってるというかさ、まあそういう男でね、でボールには力あるし、まあどのボールでも勝負ができるような、まあそれだけのポテンシャルがあるんだけど、なかなかまとまることができなかったんだよね。だからまあこれを機に、まあ、移籍を機に開花してくれることを望んでるけど、まあ、DeNA の時に投げてる時にね、まあ、例えば6回投げて勝ち投手になる、ただその中の1イニングだけはなんかエアポケットに入ってるような、そんな感じでなんか打たれ出したりだとかさ、フォアボール連発したりだとかさ、ちょっとそういう部分があるから、まあ、そこら辺はまあ、組ますとしたら住谷かなんかをで組ましておいて、確実に変わってきたとしたらマウンド行ってちょっと目を覚まさせるとかね、まあそういうことがあると結構そこそこのピッチングができるんじゃないかなっていうような、そんな感じがしてる。うん、2人が巨人に移籍をして、うん、巨人にはどういう影響があり、うん、また抜けた DeNA にはどういったことが起こりますかね。うん、まあ、巨人は絶対プラスなんだよね、はい、これはなぜかというと、はい、梶谷と井上を DeNA が抜いたというだけでも、これは全然そのジャイアンツで活躍するしないは別として、 DeNA は痛手を被ってるよね。ライバルから
選手が、まあ、優秀な選手2人をね、はい、取ってるわけだから、はい、だからこれは巨人にとってのメリットしかない、はい、で DeNA はデメリットしかない、はい、で、まあ、巨人は梶谷をどう考えてるかというと、おそらく1番で使っていくと思うんだよね、はい、で吉川を今年1番で、使ってたけど、ちょっと打率も悪いし、まあ、出塁率という面ではね、まあ奇想天外というかさ、なんか意外性を持ってる、まあ、吉川だけに面白い選手だと思うんだけど、まあ、意外性プラス今年の成績を見ると梶谷の方がものすごく安定してるから、うん、梶谷が1番にいるとやっぱ走る技術も高いし、ホームランも打てるし、相手にとったらすごく脅威になってくると思うんだよね。ただ梶谷の性格は一番が嫌いだということだよね。そうなんです、ね、DeNA の時も一番、梶今日一番だぞって言ったら、え、一番ですか、僕一番嫌いなんですよねっていうタイプなわけ、はい、だからまあでも今年慣れたかな、もう一番にね。で、まあ、移籍して、まあ、そういうことも言わないだろうし、まあ、おそらく1番で使っていくと思うんだよね、はい、で1番バッターが、まあ、彼は普通に全試合出て、今年の状態であれば、まあ、30本近く打つ力もあるし、はい、それが1番バッターにいる、まあ、しては勝負強い、こうなってくるとまた選手の厚みが出てくるよね、うん、まあ、それと守備の面でも、まあ、今年松原という選手が育ったけどね、はい、ライトで、はい、だけど彼よりも、まあ、肩とか、まあ、守備範囲とかそういうものもおそらく同等それ以上の活躍をしてくれると思うんだよね。だから巨人にとってはいい1番バッターを得たという形になるのかな。で井上は、まあ、先発ローテーションには入っていけると思うのね、はい、まあ、菅野が抜ける想定で話せばサンチェス、戸郷、その次あたりかな、うん、3番手ぐらいには入っていけると思うんだよね、まあ、それとやっぱ巨人の今年の中継ぎ陣の活躍を見ると、まあ、勝ちでバトンを渡せれば、まあ、10勝近く、また10勝っていうことは確実に、やってくれそうな気がするし、で移籍したその環境の違いがどうなんだって言われると、はい、井野って意外と鈍感力を持ってるから、だからそういう面では変なプレッシャーだとかそういうのを逆にバネにするようなタイプだし、うん、で梶谷も勝負強いっていうふうに言ってるけど、その勝負強さっていうのはどっから来るかというとさ、なんか周りに左右されないというところなんだよね、うん、自分をしっかり持ってるというところだから、移籍によるプレッシャーによってこう潰れたりだとかそういうことは全くこの2人に関してはないような気がして、うん、だから巨人はいい目付けをしたなっていうような感じがするよね、うん、で一歩抜かれた方、はい、DeNA の DeNA はね、はい、だから左大国と言われてて左ピッチャーいいピッチャーいるんだけど、まあ今年ね大貫とか、そういう選手が右ピッチャーで育ったけども、井上が1枚抜けるとさ、はい、これ大変だと思うんだよね、うん、だからここら辺のローテーションの組み方っていうのも大変になるだろうし、はい、で、まあ、井上が確実にローテーションを守れたピッチャーかというとさ、まあ、そうでもないけどね、そうでもないけどやっぱり井上がいるいないではやっぱ大きな、うん、まあ、違いが出てくるはずなんだよね。梶谷が抜けた打線を考えるとやっぱちょっと迫力がなくなってくるかなというね、うん、で一番マークして意外性のあるバッターっていうのは誰かっていうとやっぱこう梶谷だったんだよね、うん、で梶谷を出すと何をしてくるかわからないとか、まあそういうことがあったんで、まあ非常に痛い選手を抜かれたという、うん、まあ、それとその DeNA のレギュラーの中でね、はい、走れる選手っていうのはほぼ梶谷しかいなかったんだよね、うん、だからその選手がいなくなるで、やっぱり巨人との差を埋めていかなきゃいけないっていうことになると、やっぱ走塁とか足だったんだよね、うん、その、走力を持った梶谷が抜けるというのは非常に痛い、まあ、上里とかそういう選手が控えにはいるけど、
じゃあ梶谷の穴を埋められるかというとさ、まあ非常に難しいような気もするし、まあ今年から筒香がアメリカに行き、まあ来年から筒香梶谷って抜けた DeNA はすごく飛車角を抜かれたようなね、うん、そんな感じもするから、これはやっぱり野手は大変。ただ若手にはチャンスが回ってきてるよね、うん、まあ外野手は非常に優秀な人間が DeNA はいるんで、はい、まあまあ埋めていくかなっていうふうに思うけど、まあ筒香の穴を今年佐野が埋めたようにね、はい、まあ梶谷の穴を、まあ、後輩でもある大学の神里に埋めてもらえればね、なんかすごい嬉しいなっていうな、うん、でも一人の選手一人のピッチャーで優勝するっていうことはなかなか難しいんだよね、はい、あの難しいし、一人の選手だけでやるんじゃなくて、やっぱそのことによってチームワークが生まれると、うん、まあ、DeNA もまだまだ戦力はね、梶谷、伊能が抜けてもいるわけだから、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思いますよね、はい、はい、まあ、抜けた2選手が2人とも巨人へっていうのがまたまあね、これからになりそうですよね、うん、だからまあ来シーズンの戦いの中でこの2人がどういう活躍をするか、はい、DeNA とのどういう戦いを繰り広げていくか、はい、まあこれはやっぱこう注目の一つというふうに、はい、言えますね。すごく楽しみになりました。楽しみですね、はい、はい。